8月14日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です全国の勤労者の皆さん、えー、それも今日働いてらっしゃる皆さん連帯しましょうあの <laughs> この番組も生放送でお送りしております、はい、リアルに私働いております、えー、先週録音しましたとかそういう手は使っておりません,ません完全にリアルに えー、リアルにやってるということを証明するために、ええ、東京の今空模様は晴れてますね、そうですね気温が31度、湿度71ちょっとムシムシしてますけど<お><日>よかった、私ね、今日朝、大阪で東京の天気を詳しくは見なかったんですが、はい、ざっとなんかヤフーの天気のところの画面で見たらうん、うん、なんか雨マーク結構ついてたりなんかして家出て、玄関先で。 傘持ってないわ取りに行こうと思って、はい、ところがですね玄関入った瞬間に何を取りに家に入ってんだか忘れてしまいましてねあれそれもあのバイクにまたがってエンジンかけて、はい、さあ出発しようと思った瞬間に、はい、なんか 忘れてる持ってっあ傘だっていう傘は私、はい、折りたたみ傘はあの長い傘は玄関先の傘立てにいっぱいこう突っ込んであるんですが、えーうん、カバンに入るような折りたたみ傘は私の机の前の本棚のところに挿してあるんですよ。だか2階の私の本棚のところに上がらないと、はい、折りたたみ傘は手に入らないなと思って、うん、さあ傘取りに行こうと思って玄関入った瞬間にあれ俺は一体 <laughs> 俺は一体今なんでここに本読目の前に。はいはい かみさんがいたもんですかおい今俺何しに帰ってきたと思う?」って聞いたら「<laughs> 分かるわけないでしょ」って,って「<laughs> 時計持った」とか言われた時計はしてるなと「うん,うん免許証は持ってる財布はある」。 じじゃゃあ大丈夫じゃないとか言われて出て出きたんですよ <laughs> <ー>それで、えー、しばらく走り出してから 2km ぐらい、はいね、これがね1キロ以内だったら取りに戻ろうと思って走り出したんだけど 2>,、えー、2キロぐらいもう走っちゃってから、えー、あっ、うん そうだ、傘だ。傘を取りに帰ったんだけど、えー、玄関先で何取りに帰ったか忘れちゃって、しょうがないから、まあいいや、もう、まあどうしても必要なものをもう一遍再点検したら全部あるわけですよ。はい、だ、まあ、うちのかみさんに、ああ、俺は最近な、もうとにかくな、金で済むことは金で解決するようにしてんだとか言って、<laughs> 白物言わずに早く行きなさいとか言われてそれでまあ、まあ <laughs> 傘傘ね、はい、傘でそれがもう2キロぐらい走ってからあ傘だっていうことに気がついたんだけど、うん、さあここで戻るべきかもうこのまま走るべきかで走った時にもし雨が降っていたら、えー、帰りがけにこの日本放送のラジオ終わって雨が降っていたらかいなとなで買ってもまあ傘最近ね100円のビニール傘ってコンビニで見なくなりましたけどね。 なんか300円、最低でも300円ぐらいしますよね。はいはい、ちょっと前は100円ショップで100円の傘とか売ってたんですが、はい、まあ今、この間ね、何ヶ月前かな、帰りに雨に降られたんで、そこのあの、マルニエゲートのところのダイソーに入って、傘買って帰ろうと思って、100円だろうと思ったら、100円のビニール傘が少なくともその時はなかったですね。300円になっちゃってるんだあら、なんか何でも100円で買えてた時代が、なんか遠い昔になりつつあるよなっていうんで。だんだ だったらちゃんとした傘買おうと思ってですね、えーえー、マルニエゲートのダイソーを諦めて近所にあるユニクロかなんかに飛び込んで「ガン!」ともうどうせ買うんだろもうお前ら残りの人生も短いから安物は変わるぞと。えー まちゃんとした傘買うんだ。立派な傘を。うん、五百円ぐらい出して買ったと思いますね。やっぱり五百円ね <laughs>。それが数ヶ月前に買った記憶がありますから、はいはい、また傘買うのはやだなと思ったんだけども、それでもうこっちへ来たら、うん、東京に来たら。 れっで見たらね雨降ってるあとはありました<う>雨降った後は日中土砂降りの時間帯あって <laughs> そうなんですすごかったですよ勢いが、まあ、羽田空港についていろいろ見渡したら、うん、雨が降った形跡は確かにあるなと、うん、だけど空模様を見たら今後雨が降る感じではないなでヤフーの天気見たら、うん、外雨降ってないのにヤフーの天気画面上ではですね「い、えー、霧雨」って書いてあって。えー 東京っつってもまあそんなに狭いわけでもないから霧雨のところもあるんだろうとはい、はい、たまたま私がいたところでは雨が降ってなかって、うん、でその後の天気を見たら、えー、今日まあ一応私のこの帰宅時間まではそんなに雨は降る予想がなくてだったら傘買わなくていいかと思ってここへ来て今、本番始まってすぐ外をぱっと見たらですね、うん、あ晴れてきてると。 青空広がってるんだな少なくとも青空広がってるかどうかわかりませんがここから見える窓の外には太陽が日が差していますからこの後もやっぱりあの大気の状態不安定になっているので、えー、ところどころで激しい雨や雷雨の可能性はありますのでね本当は折りたたみの傘ぐらいお持ちになってた方が いい、まあ、いいかもししれななその時にはしょうがとにかくね金で済むことはもう金で解決することにしましたから <laughs> かバーとコンビニに飛び込んで「えっ <laughs> 100円じゃねえのかよ」だいたい雨の時にコンビニに飛び込んで傘買おうとすると <laughs>、はい、びっくりするほど高かったりしますからね。<laughs> えー、足元見てんじゃねえかここの店はとか思うんだけどももう土砂降りの中で濡れて帰るという判断は,それはねがしょうがないですよ、はいまあ、そうですね今傘、うん、多分買うだろうなと思いますが、うん、まあこの天気なら大丈夫でしょうこのまま行けばね何が言いたいかというと別にその話をしようと思ったんじゃなくて、えー、え全国の勤労者の方で今日働いてらっしゃる方、はい、そこそこいらっしゃると思いますよ。 何せ今日はですね後ほどご紹介しますが株式市場空いてますからねそうですよねマーケット空いてるということは株式市場関係者が少なくとも株と町関係者は行ってるわけでしょカレンダー黒い文字ですからね多分ねそうなると証券会社もそう簡単に株式市場空いてるのに休んだりまあ休んでらっしゃる方もローテーションでいらっしゃるとは思いますけどもやみんながみんな休んでるわけじゃないんですよね世の中で。ね えー、職場で何か仕事をしながらラジオを聴いてらっしゃるという方がそこそこいると思うんでそういう皆さんに「皆さんだけじゃないですよ」うん、と「他にも働いてるものはおりますよ」<laughs> と「我々もこうやって生放送で働いておりますよ」皆さん」うん。 なんかやっぱ、ね、人がこう,こういう時に働いてる人っていうのはなんか <laughs>、はい、連帯感があるじゃない,ですかいそうですね,ね君も出てるのかうそうだから電車の中でも朝この通勤電車だから、うん、今日は通勤電車空いてるな空いてるなと思いながらもでもあっこ,この時間に働きに行く人がこんなにいるんだと思ったらですねうん、うん、なんかみんな仲間のような気がするじゃないですか <laughs> そうですね特に辛坊さんは祝日働あの休み厳しきから <laughs> 今日働いてらっしゃる方々は。<laughs> 仲間です仲間ですよ、えー、今日交絡地の帰りがけで車運転していらっしゃる方とか今日は休みだという方もそこそこ多いと思います、えー、比率で言うとそっちの方の方が多いと思います、はい、皆さんとっても羨ましいです、はい、<laughs> 別に皆さんが仲間じゃないというつもりはもうとございませんが <laughs> ううかなり羨ましいなとは思うのでございますが、ね、これはしょうがないですね、はい、<う>えー、手のことでございまして、うん えー、いやそんな話をしようと思って喋り始めたんじゃないのでありますがいつものように話が違うところに行ってしまいましたので。はい <laughs> 最近あのこれ増山さんも目撃してらっしゃったと思いますが、はい、この番組の前のナイスさんの番組に増田岡田の増田さんあ、ね、まあ増田さん岡田さん両方出てらっしゃいましたね、はい、で増田岡田さん出てらっしゃったで外の丸テーブルでこう座っていたらですね、えーえー、ちょうど増田さんが目の前を通りかかった瞬間と。 増山さんが通りかかった瞬間がシンクロしたタイミングがありましてほ、はい、いで増田さんがそのタイミングで「うん、ジモンさん最近ね3時台のニュース解説作らないですか?」。<laughs> <laughs> やっぱり特に為替のところで為替の解説なんか始めたらもうそれでどんどん時間をしててんかニュースの解説ほとんどない時あるじゃないですかなんとかしながれとか言われたんで私はちゃんと増山さんには増田さんには反論を申し上げておきました「増田さん何言ってんですか?」なんでそうなるかというと3時代のオープニングのところで増山さんが延々喋り続けるからニュースの時間が短くなるんですよ。いね嘘つけみたなこと言われ ですね。ナイスさんの番組に増田さんが去って行かれましたのではい、はい、ええー、まあ今日は若干反省いたしましたから、はい、ちょっともうポンポンと行きましょうよね,、はい、うですねとっとと言ってくださいって言ってももう分け、はい、喋ってますけれどもね株と為替をお伝えしていきます,、はい、すま今日はだから株為替では解説しませんからはい <laughs>、はい、じゃあお伝えするだけですが今日の東京株式市場日経平均株価反落しました先週の木曜日に比べて413円74銭安い3万2千 59円91銭でしたアメリカ株式市場でハイテク株が下落した流れを受けネガサ半導体関連株などに売りが先行し中国景気の先行不安も相場の重荷となりましたまた為替相場は現在1ドル144円80銭付近で取引されています さあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟みましてズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン4時台は 広がりを見せるツイッターでもネット世論は本当の民意なのかというテーマで今日は国際大学グローバル・コミュニケーション・センター主幹研究員で准教授の山口真一さんにお話を伺っていきます5時台は来月にも検討されている内閣改造で自民党内に国土交通大臣の奪還論が浮上というニュースにズームします。 ラジオの前のあなたからのメッセージ、今週もお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。旧ツイッター X で参加される方、<ペー>ハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。 で番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト今日のお題は忘れ物を取りに家に帰ったのに何を忘れたか忘れてしまった時に聞きたい曲忘れ物を取りに家に帰ったのに何を取りに来たか忘れてしまった時に聞きたい曲、はい <laughs> どうですかないですかそういうことあるあるしょっちゅうあります私もありますよねだ私もちょっとですね不安になったんですよつまり年齢に伴う現象なのかそれとも誰でも若若年層でもあることなのかというのがちょっと一瞬気になったんですが若年層でもどうもありそうですね少なくとも今日のディレクターの岸田さんは毎日やってそんな感じですよねめっちゃあると思いますね個人差あると個体差の問題であると個体差も多いにあると思いますはい お待ちしておりますのでねこちらも選曲の理由も書いて zoom at mark 1242.com まで送ってくださいこの後はズームフラッシュです日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです お盆を直撃する強い台風7号は、今日も本州の南を北上し、明日にも東海や近畿に上陸する可能性があります。この台風の接近に伴い、東海道新幹線は、明日の始発から名古屋と新大阪の間の運転を取りやめる計画運休を発表しています。台風7号の最新情報は、この後も番組の中でお伝えします。 ブラジル北部のアマゾン地域で採れた食用の魚2割以上から安全基準を超える濃度の水銀が検出されたことが11日までに分かりました深刻な健康被害が確認されている地域もあり専門家は水俣病が強く疑われると懸念を示しています 520人が犠牲となった1985年の日光ジャンボ機墜落事故から38年となった12日、現場のオスタカノオネでは遺族による慰霊登山が行われました。普段は携帯電話の電波が通じにくい山中に、今年は臨時基地局が設置され、墓標の前で家族がテレビ電話で会話する新しい追悼の形が見られました。 ハワイのマウイ島で起きた山火事で、現地当局は12日、これまでに93人の死亡が確認されたと発表しました。犠牲者はさらに増える見込みで、アメリカの山火事としては、この100年余りで最悪の被害になっています。台湾の与党・民進党のライ・セイ副総統が12日、南米訪問の経由地であるアメリカ・ニューヨークに到着しました。 来福総統は来年1月に行われる総統選挙の与党の候補で、現地時間13日までの滞在中、アメリカとのパイプを強化したい考えです。ロシアの国営宇宙企業ロスコスモスは13日、11日に打ち上げた無人の月探査機ルナ25号から最初の飛行観測データを受信したと発表しました。 21日には月の南極付近に着陸する予定で成功すれば史上初めてとなります日本とアメリカの両政府が極超音速ミサイルに対処する新型の迎撃ミサイルを共同開発する調整に入ったことが分かりました現地時間18日に行われる日米首脳会談で合意する見通しです さあ、あのー、ニュースの順番に喋っていこうと思いますがまずは台風7号、ですね先週木曜日にこの番組で予報円を見ながら喋った時には、えー、上陸する場所としては先週木曜日の段階では静岡県辺りというのがおそらく上陸地点としては一番、うん、可能性がありそうだったんですが最新の予報円を見るとですねそれも予報円の、えー、幅が だいぶ小さくなってきましたから、ねはいまあ、相当正確に上陸地点が予想できそうですね。うんえー、どうやらこのままだと明明日か明日かですね明日の午前中にキーハント明日の午前中に紀伊半島暴風域を伴ったまま上陸ということで。ところが今回の台風は まあ進,行方進行速度が非常に遅いので、はいえー、風も雨もかなり長い時間、えー、被害のもとになる可能性があるというんで、あので、ー、進行方向でその予報円の暴風域の真下にあるところ以外でも、うん、やっぱ関東東は関東から西、中国、えー、中国地方、四国、ね、四国、このあたり全体で警戒が必要です。はい はいえー、予報円の中心を取ると明日の午前中に紀半島上陸、で明日の日中、その関西を南から北に駆け抜けるようにして、えー、明後日の午前中には日本海に抜けそうですがこれ予報円の真ん中を通っていくとですね、うんえー、それから週末にかけて北海道に向かう可能性が ありますので、いいいいはい、そのあたりも要注意。今後の台風情報に警戒してください。てさ,いさて、二つ目のニュースはブラジルブラジル北部のアマゾン流域で、えー、水銀中毒が問題になっていると、結構健康被害も出てるという話なんですが、アマゾン流域で取れた食用の魚、食用の魚の2割以上から安全基準を超える濃度の水銀が検出されていると。うん、で、水銀というと。 どどうでですすかかねねこままの世代がピンときますか、ね、増山さんの世代は少なくともピンとくるはずですが有機水銀中毒というのがいわゆる日本の高度成長期に公害病公害病というのはいくつかありましたけどねとカ,ドウムカドミウムが原因の痛い痛い病であるとか、うん、それから各地で工場地帯で喘息が多発したりと、はいうん、そしてあの深刻な公害病の中で まあ最大級って他にも深刻なものがたくさんありましたからこういう時に最大級と言うべきではないのかもしれませんがやっぱ南水俣病というのが水俣病というのは2箇所ありましてね えー、大きく社会問題になったのは熊本の水俣地方が、まあ、ここがだから水俣病という名前の発祥地なんですが、えー、全く同じように工場排水水がが原因の水銀中毒が新潟県ででも起きてるんですよだからまあ水俣こっちもね水俣ではないんですよ。熊本県水俣は熊本の地名ですからはい、はい、だけどこの新潟県で起きたやつも一般には水俣病と言われてますが要するに水銀中毒ですね。うん、水水銀銀中毒っってて何かとといいうと水銀っていうのは 脳細胞を破壊すするんですよで脳細胞って中枢神経系というやつはですねだから末梢神経というのは再生することもありますけどはい、はい、中枢神経って一遍壊れると再生しないんですね。ーーで特に胎児がこう脳が成長していく時にこの有機水銀を母親が取ってたりすると胎児の脳の細胞の成長が妨げられてですね、うん、あのー、まあ いろんなところに影響があってる。うん、視神経であるとか、聴覚神経であるとか、まあ、味覚神経であるとか、運動神経であるとか、はい、いろんなところに影響が出てという極めて大きな公害病をもたらしたのが、この水銀中毒なんですが、で、これが、 あの日本では工場排水だということが特定されるまでかなり時間がかかってですねまあいっぱいいろんな裁判が起こされてそれを出していた工場がいやうちのせいじゃないみたいな話になってで当時専門家の中にもいい加減な専門家が私も本当に鮮明に覚えてるんですけど新聞紙上でこれはフード病であって公害病ではないということを堂々と主張している専門家とかいたわけですよ。後にそれれは全部嘘だだったとといいうことがわわかるるんだけれどもだか当時いわゆる専門家でその会社側の 立立場に立つ専門家はいやいや「故障排水ではが原因ではなくてこれはフード病であってなんかあのこの地域に特,特有の病気だ」みたいな「いやそうじゃないだろ」っていうようなことも今はもう完全にそれは有機水銀水銀が原因だったということが立証されてますけれども、はい、当時はもう何が原因だか分かんないけれども。 生まれてくる赤ちゃんでやっぱり神経に大きな障害を抱えてくる赤ちゃんであったとか、うん、母親でもあの親でもやっぱりあの大量の魚を食べた人の中にはですね,い,い,ねいろんな障害出ちゃう人もいたりなんかするんですが、はいうん、なんでこれが今アマゾンでなんだというとこれは原因ははっきりしててですね、はい、金の採掘なんですよそれも金もですね、ええ、砂金とかでちょっとずつ金を集めるときに水銀って割と安いんですね。 水銀を使うんですね。うん、水銀をこう、土と金の含まれていると思われる土とこう混ぜるわけです。その何が起きるかというと、うん、水銀っていろんな金属に結びつきやすいんですね。水銀って結びつきやすい金属と結びつきにくい金属があるんですが、あ<ー>まあ、金があると水銀が吸着して塊ができるんですよあ。なるほど。ほいで、金と水銀の塊みたいなやつを次どうするかというと。えー 火で炙るんですものすごく単純なんです<ー>そうすると水銀って沸点が非常に低いもんだからどんどん蒸発して、うん 目で見て普通に金は見えないんだけど水銀ぶち込むと金と水銀が反応して加工して塊になって金と水銀の塊になってこれに熱を加えると水銀だだけけがが蒸発すすするるんんです<ー>で金残ものすごい単純なやり方で金が手に入るっていうんで<ー>違法合法も含めてブラジルで大量のその金の採掘が行われて<ー>でその結果何が起きるかというと、はい、空気中に大量の水銀が蒸発す 蒸発していくんですねその蒸発した水銀を熱帯雨林ですから、はい、そういうところの樹木が全部吸収しちゃうわけです<ー>で熱帯雨林が吸収した水銀が食物連鎖で、えー、食物連鎖の、まあ、最終最後の方に魚なんかのところへどんどん溜まっていくんですよ、うんうん、で,で水銀が蓄積された魚を食べると今度人間の中に蓄積されていってはい、はい えー、胎児に影響がが出る可能性がでこれがもう実際もう健康被害が確認されているということで非常にだからこれなんでそんなことになっちゃったのかというと、はい、やっぱブラジルの前政権というのがアマゾン開発にすごい熱心で,です、ねうん、熱帯雨林切り開いて地面を集めてきて水銀混ぜて蒸発させればどんどん金が手に入るから、うん、違法な人も大量に密林に入り込んでそれをやるんで水銀がどんどん排出されて、えー 結果、健康被害が起きているという。あういうまあ、だから、一つ政治に端を発する。極めて構造的なことが起きているということです。だから、同じようなことは、ね、全世界で、やっぱ途上国でい、いつ起きてもおかしくないんでね。うん、有機水銀が,がどのくらい危ないかというやつは、やっぱり日本は経験者なんで、しっかり伝えていく役割があるんじゃないのかと思います。うんうん、ズームフラッシュでした。 八月十四日月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊二郎と増山さやかでお送りしています。辛坊二郎ズーム。そこまで言うか、ここで番組からのお知らせです。はい、今年は関東大震災から百年の節目です。九月四日月曜日の辛坊二郎ズーム。そこまで言うかは、都市型震災に備えるための特別番組をお届けいたします。そこで、番組では、あなたのご家庭の地震対策を。 防災士の資格を取得した日本放送のアナウンサーがご自宅に伺ってチェックするという企画を考えておりますで訪問させていただいたときにその様子を収録して特別番組の中で放送をするという予定ですでお伺いするお宅は2軒ぐらいを想定していますで事前の収録になりますので日程などをご相談させていただくことになります ぜひチェックしてほしいというリスナーの方。ご住所とお名前、電話番号、お住まいの種類、マンションとかね。木造一個建てなど。そして、防災についての悩み事あれば、ご記入の上、メールでご応募ください。メールは、zoom、ズ o ム、アットマーク、一二四二。com です。ぜひね、えー。日本放送のアナウンサーが自宅に伺ってチェックをいたしますので、ご協力をお待ちしております。 さあではメールをご紹介していきます、はい、皆さんありがとうございますこちらツイッターですね、えー、レイディオファンさん三時代のニュース解説がここのところ短いと増田岡田の増田さんからのお叱り それはオープニングで増山さんが喋りすぎ喋りすぎるからなんですと二郎反論。喋りすぎするな。しかしまあ、今日も二郎さんはよく喋るな。これだけよどみなく言葉が出てくる能力が本当に羨ましいよ。何おっしゃってるんですか。私はね,ね普段は本当に無口なので有名なのでございますよ。これも仕事だから喋ってるんで <laughs> <う>もうあの関西弁でですね。しょうなしやでっていうなるんです。しょうなしやで。まあ仕方がないからやってる。 なさてない <laughs> う私しゃなしでやってるのでございましてですね仕事だから職業だから <laughs> やむを得ず喋っているのでございます。一生懸命仕事だから <laughs> い <laughs> 一言いくらだから一文字だからこれたくさん <laughs> これ一文字そうなんですよたくさん喋るとそうなんですよ<え>つまりこれ時間単位の仕事ですから1時間の講演なんかでもそうなんです私ね講、うん、演で喋るとどうやら主催者の方に言わすとですねうん,うーん 他の先生の文字に直すと3倍は喋ってますねって,って <laughs> 文字単価低いですね。<laughs> そう,だ, <laughs> そうだ,だからね。これ3倍のギャラ取らないと本来はいけないんじゃなかろうかと。えー、まあ、まあ、しかし3倍のギャラを取ると、えー、誰も言ってこなくなりますから。<laughs> そうですよ。シアラシアで。シアラシアで。はい、でも今日若干ね増田さんのおかげで短くなりました。ありがとうございます。そうですか。<laughs> ちょっとねちょっとだけ、ね。わ、はい、りました、はい。それから静岡県のクレの豚は飛べない豚だ。 三五十歳ね。ご苦様です。いつもハウスで聞いています。ビニールハウス。あ農業関係の方です。今日は朝から水かけ。お仕事ですね。ハウス中立って別に、あのハウスじゃないですよね。違います。カレー屋さんでもないです。違います。ビニールハウス。ごめんなさい。そうです何かこう作られてるね。トマトですかね。ナスですかね。ナス野ビニールハウスはナスで作りませんか。 どうなんですかまいや何でもありがとうございます今日は朝から水かけでお昼から発盆の法事ご苦労様です今からハウスの台風対策そうですねハウスは台風心配ですねなんつったってあのビニールの面積広いですからあそこに風が当たると大変ですからね大変ですからね。用心してくださいどこですかどこの方ですか地域的静岡県の前えちょっと西側の方にそれておりますがまあ西側の方で台風の通過点にいらっしゃる方々 大変ですよね、はい、それだから良かったって話ではないですよねそそうそうそうどそして板橋区の入間の水の末永さんは<っ>本日から木曜日まで労働基準法第39条第6項に規定される計画年給ですと。 会社として夏休みという制度がなくなり各自の年次有給休,休暇を使って夏休みにしましょうという制度ですこの時期の休みなので夏休みには違いないんでしょうがなんか損した気分になりますですねよくわかります、ね、そういうのよくわかります私なんかね本当によくわかるのは、はい、私五十五歳か五十六歳でいや五十四歳かな、えー、テレビ局を辞めた時にですね、えー 積み立ての年給取ってなかったんであ、はい、まあ帯の番組やってると年給なんかなかなか,なか取れない,れない、ね、じゃないですか。でですね、今みたいに あの働きすぎちゃいけないからって言って年に1回強制的に休みを取らされるようなことが今はありますけど昔はそんなことがなかったんで私何ヶ月もの年次有休,休暇が溜まってたんですよ普通は定年退職前は3ヶ月ぐらいそれを使って休んで辞めると給料だからお給料は払い続けるっていうところが私それなしに辞めちゃったんでね何ヶ月間もの休みを捨てて。 いまだにね、うん、すっげえ残念ですね <laughs> もう今更どうしようもないですけどねどう,うどうしようもないですけど前のことだ,だからね年休取って休めるのもそれはそれで、うん、確かに、まあ、うん昔からするとなんか損した感じはよくわかりますがゆっくりお休みくださいそうですね、はい、せっかくのお休みなんでのんびりと、えー お休みください。はいいだ、休みは。<laughs> 自分だってちゃんと休むでしょ。私昨日一日休んでたらですね。はいはい、本当に幸せな気持ちになりましたよね。わ <laughs> かります、ね。休みだ。休みはいいな <laughs> どうしようかな。近所走りに行った後汗かいたら数パーセントいっちゃうぞみたいな。<laughs> そう、まあいろいろね、そうなんか気持ちになりますよね。そうなんです。わかりますよ。わかります。有効にお使いください。そうですそうです。大事に使ってください。はい さあ、えー、ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムで引き続きお待ちしております。で今日のズームをミュージックリクエストは忘れ物を取りに家に帰った時に何を取りに来たか忘れてしまった時に聞きたい曲こちらもお待ちしております。日本放送辛保次郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです。 広がりを見せるツイッターでも、ネット世論は本当のの民意なのか。政治や社会問題に関する主張を一斉に投稿するツイッターでも、ブランド名変わりましたので、X デモというふうになるんでしょうかね、まあ、それはさておきまして。 検察庁法改正をめぐってツイッターデモが大きな力を発揮したことをご記憶の方も多いと思います。昨今、政治的にも大きな意味を持つようになったツイッター、改め X が作るネット世論を私たちはどう捉えるべきなんでしょうか。この時間はツイッッターデモやネット世論に詳しい 国際大学グローバルコミュニケーションセンター主管研究員で準教授の山口真一さんにお話を伺います今日リモートでのご出演です山口先生よろしくお願いしますはい,よろ,い,いすよろしくお願いします、えー、お盆の期間にリモート出演ということは多分今ハワイのビーチからですね<えっ> <laughs> いやいやいやお家から 対応させていいただますす <laughs> <laughs> そうででかご苦労様です、えー、国際大学グローバルコミュニケーションセンターって、国際大学ってどこにあるどんな大学なんですかあそうですねあの国際大学というのは、大学院大学という大学院しかない大学なんですが、はいはい、実は本体は新潟にあるんですね。でほう あの東京の六本木にですねその大学付属の研究所がありましてグローバルコミュニケーションセンターというのはえそこですね、情報社会に関する研究を主にやっておりまして、またえ企業とか観光庁との共同研究ということを積極的にしておりまして、例えばえーグーグルとかですね総務省とか、そういったところとえ研究をしていたりします。 えー、具体的にはどんな感じの研究が多いんですかねあそうですね、あの私の話でいうと、私は専門が計、えー、量経済学というデータ分析手法の一種なので、それを使って、はい、SNS 上のそれこそフェイクニュースとか、えー、今日の話題にあるハッシュタグ運動とか、あるいは誹謗中傷とかですね、えー、そういった諸課題とか、また、えー、情報社会の新しいビジネスモデルなどについて、えー、実証的な研究をしていますな,なるほど。 どうなんですかねそれをこう、まあ、研究を深めていくとですね例えばあの、えー、こういう、まあ、例えば特定の企業に好意的なとか特定の政策に好意的な世論を作るにはどうしたらいいかとかつまり、えー、逆にそれを武器に使う方向性の研究もやろうと思えばできるわけでしょ。あ まあそうですね私はその実態を明らかにして、えー、それこそそういった大きなバイアスが発生しているということをこう提言したりあるいはそれを是正する方法などについて、まあ、政府とか、えー、企業にこうインプットしていくということをメインにしていますが、まあ、逆を返せばデータ分析していく中で効果的にこの世論を誘導する方法とかもそれこそ、あのーまあ、研究することは可能ですので、まあ、実際にですねそういう何でしょう まあ正直な話をすると、そういうふうに、ね、ボットとかですね、あるいは AI を使って、えー、世論をこう誘導するようなビジネスをしているような組織、まあ、そういったものまで、今は立ち上がっているのが現状ですボ,ボ,ボットって、ですかあボットというのは、えー、人間ではなくて、その事情でですね、投稿をい,いっぱいするようなアカウントのことですね。あー でもね、それ深めていくとやっぱり今ふっと思ったんですけども、私が例えば中国政府なら、今度台湾で総統選挙がありますよね、うん、あるいは来年の大アメリカ大統領選挙がありますよね、うん、ここで、えー、自分の,あの、うん、自国に有利な候補者を勝たすためにそ、うんあの、そこの国の中でどんな世論誘導をするために何が使えるかとか、当然今考えてるでしょうね、きっと。そうですね それを影響力工作というふうにも表現するんですが、今、皆さん SNS を使ってますので、やっぱりこう世論を誘導するには一番便利なツールなんですよねで、そこでどういうふうにするとより効果的に人々の考えを変えられるかというのは、おそらく各国、まあ、特にそうです、ね、中国とかっていうのは熱心に研究しているところですので、まあ、そういったような介入と。 というこ,とまあ、これは十分に考えられるということが言えます。で、で実際に2016年の,この米国大統領選挙でもロシアの介入があったというふうに指摘されてますがそのようなこの海外からのえ介入によって世論が誘導されるということも今は当たり前のように起こっているということが言えますまあ日本は多分、日本語のバリアって一つそれなりに大きいかなとも思うんですよ。あの詐欺メールなんかもよく来るんですが外国から来る詐欺メールはやっぱりちょっと日本語がおかしかった。 なんかするので日本語という障壁が一つあるのかなとも思っていたんですが最近あの AI 人工知能が作る日本語が恐ろしく自然になってこれぐらい精巧な日本語で来られるとちょっとこれはあの分かんないよなっていう感じもあるんですがそのぐらいやっぱり世論って誘導できるもんだとお考えですか 正直そうだと思っております、で今ご指摘の点って、非常に重要な点で、はいこの、日本って欧米に比べて、このフェイクニュース問題というものが、まあ、それほど、えー、深刻、比較的深刻ではなかったんですね、はい、でその背景の一つとして、やはり日本語の壁というものがあって、ええ、その海外の人がです、ね、日本に介入しようとするときに、まあ、言語が難しすぎるわけですよ。そううするとなかなかかこう えー、低コストで自然に介入するってことができなくて、えーえー、あんまりこう介入されてこなかったという背景があります、はいでまあ、英語っていうのはまあかなり喋ってる方も多いので、まあ、それで簡単にこうフェイクニュースが作れてしまったわけですよね。えーえー、ところが ご指摘の通りこの生成 AI 化は普及してですね、はいえー、自然な日本語を作るのがあまりにも簡単になったという時代になってきておそらく今後ですねそういう影響力工作というものは日本でもどんどん増えていくんじゃないかということが予想されますし同時にですねこの偽画像や動画こういったものも 生成は簡単に作れてしまうわけですよね、はい、でこういった画像や動画というのは、言語の壁を越えますので、ね、やはりえ介入がしやすくなると、でその結果として、まあ、影響力高作に限らずですけれども、このフェイクというものが、日本語圏でも爆発的に増えていくんじゃないかということは懸念されていますうーん、偉い時代になりましたね。そううですねうーん さて、えー、今日のメインテーマは、まあ、いわゆるツイッターデモというやつで私の記憶で、そうですね、えー、あの検察庁法反対、ハッシュタグ検察庁法反対みたいなやつで結局、あれ、世論の盛り上がりで、まあ、一部、表通りのメディアもそれに乗っかったところもありますけれども、うん、検察庁法改正はあれで潰れましたからね、やっぱりね。うん だからそれなりに社会的影響力を持ち始めているのかなとも思ったりするんですが、うん、先生はまあそのあたり、まあ、ご専研究ご専門ですけどど,どんな感じを持ってらっていらしゃいますすそうですねツイッターデモとか、まあ、今で言うと X デモだと思うんですけどはい、はい、と言われるものが、まあ、昨今、かなり力を持っているというのは事実でしてでどういうものかというと、まあ、例えばです、ね、ある呼びかけ人がいて、まあ、インフルエンサーの方が多いんですがはい、はい、その方が。 何何月何日の何時から始めますっていうふうに言って、例えばハッシュタグ何々反対とか何々応援とかですね、まあそういったことをですね、投稿してその時間にこの参加者が同じようなハッシュタグを使って同じことをまあ投稿するというような内容です。で、なんでそんなことをするかというと、同じ人はですね、あえっ、ー、と同じ話題に対して多くの人が言及するとですね、それが X の,このホーム画面と表示されるトレンドっていうものに入ったりするわけです。そうするとそこでまあ目立って話題になってさらにこう参加者が増えてっていうようなループが起こりますので、まあ、それを目指すというのが一つこのまあ X デモといわれるものの目的にあるかなというふうに思います。で過去にはですね例えば東京五輪の開催前にはですね、ええ、東京五輪は中止しますっていうこのハッシュタグが出回ったのと逆のですね ハッシュタグ東京五輪の開催を支持しますというようなものが出まって、ですねやっぱりこう、保守リベラルとか、あるいはその五輪参戦反対とかですね、それぞれで、いろんなこのデモというものが今、ネット上では起こってるかなというふうに思います要するに、両陣営やってるわけですよね、だったらどうなんですかね、両陣営が好き勝手にやってるんだから、うん、まあ,あ、あってもなくても同じだっていう結論にはならないわけですか <laughs> そうですね、ただ、そこで出てきたこの主張というものが、 時にです、ね、何かこう政策の決定を覆すというようなこともあるぐらいこう力を持っているのは事実なわけですのえー、もちろんあの多くの人が言及しているという見方、まあ、だしもあるいはその情報として参考にするというのも私はその悪いことだと思わないんですがただあの注意しなければいけないのは大きなバイアスがあるつまり偏りがあるということなんですよねどういううういいいことかというとこの S とか SNS ものはですね。 えー、能動的な発信しかない言論空間であるとういうことが言えます、つまり、ほうほう言いたいことがある人だけがひたすら言っている空間であると、えー、でこれがですね例えば、えー、通常のマスメディアがやっているような世論調査であれば、はい、聞かれたから答えるという受動的な発信なんです、すなので、社会の意見分布にすごく近くなると、えー、で一方で、この SNS というのはあの、言いたいことのある人が大量に発信する。 世界なので、まあ、とりわけですね、極端な意見とか、ええまあ、強い思いを持っている人の意見、まあ、こういったものが、ものすごく多く投稿されるという, <laughs> ということが分かっていますなるほどで。例えばですね、一例を挙げますと、先ほど、 事例として、ですねこの「ハッシュタグ自民党の回答を求めます」っていうものと、ですねはい、はい、でもう一つ、えー「ハッシュタグ立憲民主党の回答を求めます」っていうのがやっぱりこう、えー、流行ったことがあるんですが、「ハッシュタグ自民党の回答を求めます」に関してのツイッターのテキスト分析をすると、ですね、ええ、4.3%のユーザーが、 えー、半数の拡散をしていいたととうことが分かってるんですね。ははそれぐらいその少数の声がものすごく大きく見えてしまっているということがありますので、例えばまあマスメディアとかそういったものを取り上げてしまうと、少数の意見がものすごく大きくこう見えてしまって、お墨付きを与えてしまってっていうようなことも起こりうるかなという懸念はあります。ははなるほど まあ、あのノイズマイノリティという言い方がありますけども要するに極論を口にする人とか声がでかい人がやたら目立つ言論空間だということですよね、私もそれが、ね、非常に問題だと思うのはそれが分かっているはずなのにそれにアグリーの大手のメディアが,それがあたかも一般論のようにこういう意見の人が何十万件ツイ,ツイートしているというような伝え方をするじゃないですか。 あれよくないですよ、ね、いや、私もそう思いますね、あのまあ、もちろん彼か、彼ら、彼ら、彼女たちからすると、まあ、事実を伝えてるんだと、つまりその何十万リツイートされてるからっていうことではあると思うんですが、はい、例えばそれをあの、まあ、同じ人が大量のアカウントを作ってることもありますし、えー、また、同じ人がいろんなこう、えー、似たような言説を大量に拡散してるってこともあるわけですよね。でそそううすると、まあ、そことこいうのは もちろん、えー、参考にするのはいいんですが、それがすごく社会全体の意見であるかのように報じるのは、非常に誤解を招く可能性があるので、えーえー、社会に悪影響がある、つまり少数の意見に、えー、社会が引っ張られてしまうという可能性がはらんでますので、危険かなというふうに考えていますそうです、ね、だから1人が100万回ツイートしてるかもしれないのに、一部のメディアは100万,100万人がこんだけこういうことを言ってる的な。 あの見え方の報道をするということが十分ありますもんね、今ね十分ありえるわけですよね、あの事例で言うと、例えばちょっとあの世論とは外れるんですけど、あるサイエンスライターの方が、誹謗中傷を大量に受けて、裁判をしたことがあるんですね。ええ、で裁判をしたたに分かっののがが被告の男性がツイッター上で 200以上のアカウントを作って攻撃していたってことなんでだからやっぱりその一人が何度も何度も書き込んであたかも大きな言説かのように見せるってすごく簡単にできてしまう世界ですのでえー、えー、それを踏まえた上でネットには触れる必要があるかなというふうに考えています先生の役割非常に重要なのは、まあ、世の中でそういうトレンドみたいなことが起きたときにこれはこのぐらいのものすごく大きく見えるけれども実は発信源はこのぐらいの少数派であるというようなことを、うん。 えー、きちんと伝え分析して伝えてくれる人が、やっぱり今、社会に必要だと思うんですけど、うん、そうなったらやっぱり先生の役割なんか大きいですよねあ。ありがとうございます。やっぱりそういうふうに、一部の声が大きくなっているよ、例えばあの、私の研究、ネット炎上の研究とかもありますけれども、えー、例えば炎上、ネット炎上一件について、えー、ネガティブな書き込みをツイッター上でしている人というのが、大体いいネットユーザーの、 なんですねこれ、40万人に1人っていうオーダーなんですけど、えー、まあやっぱりこの炎上とか起こると、すごくこう、世界中が攻撃してる感じが見えるけども、実はごく一部の声である、まあ、こういった話とかですね、いろんな偏りとか、少数の意見が大きくなってるっていう現象がネットでは起こりやすいので、やっぱりそういった実態の分析っていうのは、続けていく必要があるかなというふうに考えています。 それでいうと同じようなので、ヤフーのニュースコメントみたいなやつも、結構ひどいのが、あのたくさんの人の指示を受けてたりなんかするんですけども、<laughs> ああいうそのなんか悪口言うのは生きがいみたいな人が世の中にいますよね、どういうプロフィールの人たちなんですかねそうですね、実はですねあれが結構、ネットのヘビーユーザーとかとはか必ずしも限らず、ですねほうほう結構一般的な人が書いてるということも分かってるんですね。ほう で具体的に言うと、私の研究ではこの、まあ、ちょっとヤフコメではないんですけど、このネット炎上で書き込みをしている人です、ね、広域に参加している人というのは、男性で主任係長クラス以上、<う>で年収高め、うん、まあこういう人の方が書き込みやすいと。なん<ー> <laughs> でなんですかね。<laughs> 結局、そういう人たちの一部ですね、そういう人たちの一部というのは、この政治とか、 ジェンダーとかそういうないろんな話題に対して、感度が高いし、情報も結構収集してて、自分の中で考えを確立してるんですよね。ほうほうで、その、まあ、確立するのはいいんですけど、その中にはですね、こう自分と違う考えの人が許せないっていう人がいるんですよね。<ー>で、例えば政治的に自分と違う考えの人がいる、こんなやつ許せないって言って、えー、頭ごなしに否定する、えー、まあこういった行為が結構行われてしまっているということが言えます。あ どうなんですかねある程度、ちょっとひどいのは、なんか、でも、それ取り締まりということになると、また別の問題が起きるんだろうと思うんですけど、どうしたらいいんですかね、それそうですね、あのただ、あ誹謗中傷というのは、今、も自動的に削除されるようには一応なってるわけで、例えばあの、まあ、放送できないようなワードであれば、はいはい、それやっぱ落とされるということはあります、ただ、問題なのがやっぱりこうグレーゾーンですよね、批判と誹謗中傷のギリギリ境目ぐらいに。 ある、ろくでもないコメントといいますか、攻撃的なコメントっていうのは、やっぱり削除しにくい、表現の上もある削除しにくいっていう中で、対象となっている人、例えば記事中に出てくる人とか、個人とかですね、あるいは SNS 上のアカウントとかっていうのは、攻撃にさらされて、やっぱり大きなダメージを受けてしまうっていうことは、結構起こっているかなというふうに思いますなるほど。 えー、情報空間であるということを認識してそこの部分を認識した上でそこに流布されている情報を読,む読み解くという背景も含めて理解した上でっていうところが大切ですね。まあ、まさにそうだと思いますうん先生あのーはい、この「辛坊治郎ズーム」そこまで言うかというのがこの番組の番組のタイトルなんですけども。 先生のお力で、なんとかこれ、あの、炎上で世の中に流布していただけませんかね。そういう場合はあれですね、あの、炎上ではなく、むしろバズですね。<laughs> バズ、あ、それそれ、バズ、バズ。バズそれそれ、<laughs> なんか、そういうのできないですか。<laughs> いや難しいです。ただあの私もはい頑張ってきます。はい、<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大変参考になりました、ね。ご自宅からのご視聴ありがとうございました。はい、した国際大学グローバルコミュニケーションセンターの山口真一さんでした。ズー。 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。飯田浩二です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊富士」の記事を解説する「夕刊富士そこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛りだくさんぜひラジオラジコでも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 8月14日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎ですこんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールご紹介してまいります皆さんありがとうございます今日のお題は忘れ物を取りに家に帰ったのに何を取りに来たか忘れてしまった時に聞きたい曲辛坊さんの経験からまずは 中央区のアメンボマンさん61歳男性の方50歳を過ぎると一歩歩けば何をしに来たかわからなくなります欲しいもの必要なものなのに忘れちゃう頭の中で繰り返しつぶやいていないとというわけでリクエスト曲は AKB48 の「ヘビーローテーション」。 そうなんです用もないときにね、うん、なんでこの曲がというような曲が頭の中ぐるぐる回って思考を妨げるということは人生の中でよくあるものでございます <laughs>、はい、もうテストの時に難しい数学の問題を解いている時に、うん、いいんだよもうその曲がっていう <laughs> ない、ね、頭の中ぐる,ぐる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 曲が回ってるということありますね練馬区の61歳の男性 SD s d ーズさんはい。何を忘れたか忘れた時に聞きたい曲よくあります というか、そんなんばっかりです。そんな時は、医者によく諦めます。お手上げです。ということで。ウルフルズの。万歳です。<laughs> お手上げですね。素晴らしい。はい、うん。品川区の。レントのママさん、五十六歳女性です。えー、井上陽水さんの夢の中へ。 私のあるあるは1階から2階の部屋に忘れ物を取りに行くとき2階に上がると何を取りに来たのか忘れて仕方なくまた1階に戻ります今は老眼鏡を忘れて外出してスマホのメールが打ちづらいですもしかするとね、頭の上に乗ってるかもしれませんよ。<laughs> ちょっと確認してみてください、えー、これ夢の中へは何でだかわかりますよね 探し物はなんですか。はい。はい、<laughs> 神奈川県横須賀市の五十三歳男性、大阪万博の年に生まれた女さん。なるほど。えー、牧伸二さんのああやんなっちゃったをリクエストします。あこれね、ウクレレでね、コード三つで弾けるんです。<laughs> それもね、ななねものすごく簡単なコードなんです。これ、はい。 本当に忘れっぽくて嫌になっちゃうけどこ,うこの歌を思い出すと笑いに変えて頑張れそうですでぐらいな、ねうん、でもしんぼうさんの楽しいお話大好きですお体に気をつけて頑張ってください真木しんじさんのああ嫌になっちゃったって <laughs> そんなの音源であるんですかね<ー>だってあれ歌詞毎回毎回大正テレビをすると変わってましたからねなんか特定のやつあるのかしらでもあるんじゃないですかねいいですはい <laughs> 神奈川県横浜市の鉄 アットマーク横浜さん40歳男性忘れ物を取りに帰って何を取りに来たか忘れてしまっても<ん>金で解決できることは金で解決するという最近の辛抱さんなので <laughs> まあいいかと思いそうですよねということで「イーステンドプラスユリでまあいいか」。葛飾区の38歳男性 <laughs> ブライアンズタイムさん。 森山涼子さんのあれあれあれお願いします。これ前かけましたね。かけましたよね。はい、あれ、あ、そんな曲あるんだって言いながら。かけたよな。かけたから。するって曲。まさにそういう曲ですよね。そうそう、面白い。そういう状況の曲です。はい。いうことで。さあ、音源があるのかどうなのか、牧伸二あやになっちゃった。うん。はやめて。はやめる。はやめて。そうだな。 本日のズームオンミュージックリクエスト、AKB48 ヘビーローテーション。じゃあヘビーローテーションをエンディングでお届けいたします。さあ番組ではあなたからのご意見24時間お待ちしておりますのでねいつでも送ってください。メールで送ってくださる方は、o o M、ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム X でつぶやかれる方ハッシュタグ辛保志郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。 日本放送新房二郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです。来月にも検討されている内閣改造で、自民党内に国土交通大臣の奪還論が浮上。岸田総理大臣が来月中旬から下旬にも、内閣改造と党の役員人事に踏み切ると見られる中、 自民党内で国土交通大臣ののポストを公明党から奪還すす。べきだとの声が強ままっています国土交通大臣は10年以上にわたって公明党の議員が務めてきましたが背景には抜群の周辺力を誇る建設業界や運輸業界を侵食されかねないとの危機感があると報じられています。国土交通大臣というのは国土交通省。 とといいうところのの一番上の人でございます国土交通省というと、はい、まあ最近の人は国土交通省は国土交通省だと思ってますけども私らの世代でいうと国土交通省は省庁再編前まで、まあ、運輸省交易交通関係を担う運輸省、はい、それからやっぱり土建屋さんを統括する建設省。うん それからあの田中角栄の日本列島改造論というのがありましてですねこの日本列島改造論以来国土庁それからもう一つ北海道開発庁え今の国土交通省というのはこの北海道開発省と国土庁とそれぞれ旧ですね旧国土庁とそれから旧建設省と旧運輸省とこれが合体してできたわけですよ。だだからあのいわゆる公共事業関係だけじゃなくて 鉄道から道路から空港からものすごく幅が広いんですねでそこって家、まあ、やものかなりの額の公共的なお金が動くわけですよ、うん、そうすると、まあ、議員って国会議員に限らないんだけれども一つ地方議員なんかでもそうなんだけどここに橋かけてちょうだいとか。 ここの水を何とかしてちょうだいとか小さいところではね、まあ、ここの道路を何とかしてちょうだいとか、はい、そういう陳情ものすごく多いんです。で国土交通関係のトップが公明党の人だということになると、うん、やっぱりそこにみんなこう陳情に行くんで、はい、公明党としても全国の組織をこう維持して使うにはここの権限を握ってるっていうところが非常に大きいわけです、うんうんうん 自民党がよくそんなもん手放したなって感じなんですけども、はい、自民党とだ、まああのー、今の体制になったのはだ公明党が連立組んだのは1999年かな確か1999年にいわゆる自民党と公明党で,でそれまで90年代に93年かなんかにあの自民党が矢に下るわけですよ。で矢に下った後はですね 非自民非共産の連立政権で非、うん、非自民非共産の連立政権ということは当然公明党もその中にいたんですがその後自民党が政権を奪取したタイミングで自民党単独ではあの衆議院参議院過半数で安定して維持できないじゃあ,まあ連立組もうかということで連立政権が1999年に組まれるわけですがそれ以降ですね結構いくつかあの大臣も経験してるんですけれども。 その後もう一遍政権交代で自民党がやに下って民主党が政権を取りますね、えー、でそこからあの小泉,小泉さんじゃねえや、えー、安倍さんが政権奪取に成功して、えー、そのせい小泉さんじゃない安倍さんが政権奪取して2009年のもう一遍政権交代が起きて、はい、2009年の政権交代以降はずっとあの国交省が。 公明党なんですがです、ね、背景にはねさっき申し上げたように、えー、国土交通省の前身である4つの役所のうちの1つが国土庁だったりするわけですよ、はいうん、国土庁というのは田中角栄日本列島改造という大きな文脈の中でそもそも役所自体が生まれてるわけですね。はい もともとその田中角栄以来いわゆる田中派というところがいわゆる国交省理権みたいなところの中心にいたわれで安倍さんが安倍さんの出身母体っていうのは歴史的に見ると田中派とまあいるまあ角質のある大派閥なわけで <laughs>、はい、そうするといや あの対立派閥の田中派の力を削ぐという政治的思惑もあったじゃないのと言われておりますだから、まあ、あの安倍さんが、えーまあ、民主党から政権を取り戻した時にさあどの大臣を国土交通省にどの大臣を公明党にしてもらうかという時に、まあ、いやその ライバルであるというか対立概念であるところの田中派の力を削ぐという意味においてはそこの役所をトップにするその上。 やっぱり自民党っていうとそういう建設利権っていうもので世の,世の中の受けがこう非常に悪かったりなんかしてうん、うん、建設利権っていうと自民党っていうこういうイメージが結びついてるのはその田中角栄以降の日本列島改造論以降なんでそうするとその利権官庁を公明党に渡すということは自民党のイメージアップにも役に立つということで2009年に野党転落してその後2012年から。 あの厳密に言うと2009年にだから1993年前後に自民党が一旦矢に下って、えー、その後1990年代の後半に自民党が政権を取り戻して取り戻して以来公明党と連立政権組んでいたんだけどもう一遍また野党に転落したのが2009年でその後3年後の2012年に安倍政権は が誕生第二次安倍政権が誕生して自民党が民主党から政権を奪取してそのタイミングからずっと国交省国土交通大臣は公明党ということになったんだけど、うん、それがもう10年も続いてきてまあぶっちゃけ言うと田中派の力もだいぶ落ちたし。うん だもうそんなにだったらやっぱり自民党に国交省の大きな税金をかなり配分する力があるというところの役所を取り戻したいよね、えー、っていうところがあるんだけど公明党にしてみたら。 いや今更そんなこと言ったってもう10年間そこをやってるわけだからえ大体あの公明党が昔はあの連立細川連立政権の時には公明党から大臣4人も出してたしその後の羽政権っていうのがあった時羽政権の時には6つも大臣のポストを取ってたのに今は一つのポストで我慢してやってんだと一つのポストで我慢してやってんだからもう他のポスト要求してないんだからしの子の言わずにこのままにしとけっていうところもあるわけで。それをこの まあいや自民党の総裁でもある岸田さんがそれを取り戻すというような人事を9月の後半にどうやらですね自民党の党内の役員人事とそれからいわゆる大臣の首をこうざっと一斉にすげ替える内閣改造というのがどうやら9月の末ぐらいに行われ末ぐらいまでには行われそうなんだけどそのタイミングで、えー 公明党から国土交通大臣のポジションを自民党が奪還できるかというと、まあ今の岸田さんの勢いだと無理ですね。難しいですかね <laughs> え。つまりもうそういうことを前提に次の衆議院選挙では、はい。 あの東京で揉めてるところ以外は全国で自民党と公明党で選挙協力して次の選挙と戦いましょうねっていう構図が出来上がってる状況の中でそのの公明党がもう徹底的に抗戦しそうなこの大臣を奪還するということはおそらくいやおそらく以上に。 ま,まずできないなそういう気持ちがあるのは間違いないしそういう話が今水面下で相当広がってるのは間違いないけれども、はい、実際問題として、まあ、公明党がね例えばね「うん、いやあの国交大臣譲り渡すんなら」 厚生労働大臣にしてくれここの方がさらに利権が大きかったりとか<ー>っていうかね規模がでかいんですよ予算規模がはい、はい、そうすると厚生労働大臣は出せないんで環境大臣に <laughs> してくれません環境大臣ふざけんなほらみたいなことにどんどん絶対水面下でなりますからなるほど最終的には現状維持で落ち着くだろうというふうに私は予言をいたします。 ズモウミュージックリクエストをお送りしているのはアメンボさんからアメンボマンさんからのリクエストです AKB48 ヘビーローテーション2010年の楽曲で、えー、センターは AKB4817 番目のシングル選抜総選挙で1位にランクインした、うん、ランクインした大島優子さんだったそうですはい、はい、大島優子さんね大島優子さん、うん 今もう結婚されて今年赤ちゃんができてみたいなそうね。 幸せ、えー、に暮らしてらっしゃる。うそう考えたら、<laughs> この十何年かの間ね,ね、やっぱりこのぐらいの若い人は人生いろいろですが、変わ<そう> <laughs> る時期、まあ。我々この十年ぐらいで何にも変わんないですよね。<laughs> 確かにね、<laughs> やだそんなことない。やだも,やだも <laughs> <laughs> う。何言ってんですか。どうぞ。<laughs> 本当ですよ。さあお聞きの日本放送。この後午時三十分からはショアプナイトープレイボールです。 で明日の朝6時からの「飯田浩次の OK ジーアップ」明日のコメンテーターはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健二さん。終戦のの日、日本の安全保障についてて改めて考えます。そして3時半からの「辛坊治郎ズーム、そこまで言うか」ゲストは自動車業界に詳しい経済ジャーナリストの井上久雄さんです。中国の EV シフトと日本メーカーの現状にズームしていきます。 はいいそういうことで、えーねえー、大島よこさんぐらいの年齢ってやっぱり10年たつと人生の周りが相当こう風景が変化したりするけれども、えー。<laughs> 我々とまあ私と増山さんを一緒にするのは大変申し訳ないですけれども十 <laughs> 年ってほとんど風景変わらなかったんかすう確かについこのって感じしますけどねうそうですよねでもね私なんかここから十年は大きく変わる可能性がありますからねあら,あらね10年前はあんなに元気だったのにねみたいなあれもうなくなったみたいなこときっと増山さんがラジオで言うに違いない, <laughs> い,やいや元気でいてくださいラジオやってましょう ここまでのお相手はしんぼうしろとマスヤマサイヤカでした明日は確実にありそうです